弁護士の YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴーです。ガチ考察です。はい。珍しく、頭使いましたね、僕。ワンダショチャンネル、配信日、決定いたしました。6月24日金曜日、20時より生配信が、確定し、MC、そしてゲストさん発表ございましたよね。まあ、そこを見て、まあ、箱イベの予想だったりもあるんですけど、この6月末というのは、おそらくカラフェスも来ると思われますよね。まあ、そもそもカラフェスっていうのが、何かというと、提供割合が2倍になる、星4の提供割合が2倍になって、まあ、いっぱい星4出そうぜっていう、去年の3月末から始まった3ヶ月周期で行われる祭りなんですけど、まあ、6月末といえばその時期なんですよ。まあ、そこを含めて、今回、私なりの考え持ってまいりましたので、まあ、一緒に照らし合わせながら聞いてくださると、絶対こうなるよってわけじゃないんでね。なんか最近こういう予想動画のコメント欄見ると、もうこうだと思われちゃうんですよ。一応言っておきますけど、僕の考えな。全然違うかもしれないんで、プロセカって今まで皆さんが、まあ、多分こうだろうなって予想した、なんかね、斜め上のことをやってくるんで、まあ、そこも頭に入れといてほしいです。じゃ、まず6月24日のワンダショチャンネルの話からすると、メインキャスト MC に、ねねちゃんとるいくん、そしてゲストさんにさきちゃんとあんちゃんの声優さんが来られますよと。で、まあ、6月24日といえば皆さん何の日か、あ、わかると思いますが、上白るいくんの誕生日ですね。はい。で、先月のワンダショ生配信を思い出してほしいんですけど、まあ、現在開催中のニーゴの真冬ちゃんバナーのイベントが終わりますと、次のイベントがワンダショ箱イベということはすでに確定されていて、まあ、ここのバナーが、ワンダショバナーの周期的にもおそらくねねちゃんとすでに予想はされています。で、あとこのワンダショ生配信で発表されることといえば7月の誕生日。で、7月の誕生日といえば、ねねちゃんとあんちゃんが7月誕生日ですので、まあ、なんか MC ゲスト的にもね、まあ、全然そこまで発表されるのかなと。それでは、まあ、軽く今までの箱イベを見ていきますと、どこから見ようか。あー、この、つかさくんのダショイベ、あの、88のね、イベントから箱イベを見ると、ダショから始まってその次がレオニード。そしてモアマージャンプ、ここ3連チャンで箱イベでしたね。そして今後イベ挟んでビビバス箱イベ。で、また、ジュンブラの今後挟んで、現在開催中のニーゴ箱イベ。で、その次にネネちゃんのダショ箱イベ。で、その次ですよね、ここから未確定ですが、まあ、ゲストさん見る感じ、7月はレオニとビビバスの箱イベがあるのかなと。で、そこのバナーが、普通に考えたら、サキちゃんとアンちゃん。まあ、そこ一旦置いといて、次の話させていただくんですけど、先ほど申した通り、カラフェスが開催されると思いますが、私おそらく、6月末からは、カラフェスプラス混合イベントが来るのかなと。まあ、もちろん月始めなんで限定、チアフルもあると思うんですけど、じゃあそこの、メンツ、誰になるのかと。うん、で、まあ、調べたらわかるんですが、プロセカの限定ってイコール関係でもヘアスタイルチェンジでもあるじゃないですか。で、ヘアスタイルチェンジが3種類のキャラもいれば2種類、1種類のキャラもいるんですが、じゃあこのヘアスタイル1種類のキャラが誰なのかというと、日の森、志保、宵咲、かなで、東雲、エナの3名になります。ちなみにヘアスタイルチェンジが3種類、限定が今まで3回来たキャラクターは、はるかちゃんとあんちゃんになりますよ、ね。で、この3名がカラフェス、そして6月末のおそらく混合イベントの限定枠として少なからず、来るんじゃないのかなと。まあ、これ以上、ヘアスタイルチェンジ、3種類目のキャラクターが増えるより1種類のキャラクターを2種類にする方が普通だと思うんで。で、そうなった場合、カラフェスだけの話をさせていただくんですけど、カラフェスの一番最初ってかなでちゃんと真冬ちゃんなんですよ。フェスゲンとして登場したのは。で、その次にモモジャン来て、レオニ来て、ワンダショ来て、ビビバス来て、次なんですけど、で、ここがニーゴだと思ってはいるんだけど、よく考えると、かなでちゃんの限定って、カラフェスの時の限定。フェスゲンのみなんですよ。それで次のカラフェスもカナデフェスゲンですって正直ありはするんだけど、難しいとは思うんですよ。まだフェスゲンが来てないキャラがいる中、カナデちゃんがフェスゲン2回目っていうの。そうなると、カナデちゃんは混合イベの限定枠って線が一番あり得るのかなと、現実味があるのかな。まあ、あとは、しほちゃんとエナなんかどう絡むのか。ぶっ飛んだ話、今まではユニットでフェスゲンが来てたけど、こっからはユニット混合でフェスゲンが来る可能性も僕は全然あると思ってて、まあ、そこを考えると結構キリがないんですけど、あとはそもそも次回のワンダショの、ねねちゃんバナーの次に混合が来ると予想してるのも、まあ、今言ったことが前提にあって、かなでちゃんとエナなんが限定で来る場合、今、ニーゴのイベントがあって、ダショ配信のゲストも決まって、7月のユニット箱イベもほぼ決まった状態で、かなでちゃんとエナなんか来るためには、ここで今後挟むしかないと思ってます。で、そのままその次の話行くんだけど、まあ、もし6月末からのカラフェス、そして混合イベだった場合、その次の箱イベ、レオニだと思うんですが、ここは、サキちゃんバナーの可能性がゲストさん的にも非常に高いのかなと思いますし、まあ、周期的にも、またちょうど1年前ぐらいか、フロム東京の、時、サキちゃんバナーイベだったと思うんですけど、それ以来サキちゃんのバナー来てないので、7月中旬はレオニ箱イベサキちゃんバナーなのかなと。まあ、簡単に予想できるのかな。で、その次ですよね、ビビバス箱イベ、こう、アンちゃんバナー、
だったらね、だった場合、結構パカですね。ただ全然ありえちゃうんですよ。うん、まあ、東映バナーの可能性もあるよねとも言われてますが、正直ね、どっちにしてもなんだよな、僕からすれば。東映バナーだった場合って7月に何があるかっていうと、去年のジュンブラの復刻がおそらくあるんですよ。まあ、ほぼ確実に東野くんとルイくんが復刻、限定復刻すると思うんだけど、そうなった場合、東野くんがバナーだった時すごいしんどいし、あんちゃんがバナーだった場合も誕生日あるし、今月の限定枠は花嫁あんちゃんだったと思うので、どっちにしても7月はビビバス結構しんどいですね。はい、といった感じでちょっとぐちゃぐちゃ喋っちゃったんで、まあ、結論から言うと、これからまず明日ですね、ワンダッシュ箱イベでおそらくねねちゃんバナーが来ます。でその次のイベント6月末です、カラフェスプラス混合限定チアフルイベント、うん、来ると思われるし、ここのカラフェスプラス限定枠に今までの限定回数的に日の森志保、宵咲かなで、篠宮玲奈の可能性が高いのかな。そして7月中旬のイベント、おそらくレオニード箱イベ、ここが咲ちゃんバナーで、最後7月下旬のイベントビビバス箱イベに関してはビビバスバナー周期的にもあんちゃんもしくはトウヤくんで、アキトと小羽ちゃんに関してはちょっと正直ね、星4だったり報酬だったり絡んでくるのかちょっとわかんないんですけど、まあ何にせよジュンブラ復刻あるし、ちょっと前にあんちゃんの限定来てるし、白石あんちゃんの誕生日あるし、しんどいよねっていう、はい、ところですね。まあ本当にビビバスは結構来月もしんどそうだよねっていう、以上になります。だからちゃんとまとめれたか不安なんですけど、まあ何にせよこの24日のワンダッシュ生配信でまあいろいろ明かされると思いますので、明かされた後もそちらも動画にしようと思っていますので、ぜひ皆様のね、感想とコメント欄に残してくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。